こんにちは、 PZP です。今日は下野市にあるお食事処小雪さんに来ています。それでは入ってみましょう。一人なんですけど、定食、ああ結構いろんなのありますね。ささみ包み揚げ、唐揚げ、餃子、しゃぶしゃぶサラダ、スタミナ丼がうまいって聞いたんでこれ行ってみます。大盛り100円、大盛りにしてみようかな。大盛りはいいか。見てください、このボリュームすごいですね。この下にご飯と肉が入ってるんですけど、ちょっと見えませんね。すごいボリュームです。はい、では自慢の豚スタミナ丼ですね、いただいてみたいと思います。肉入ってますね。
ごちそうさまです。美味しかったね。どうもごちそうさまです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これみんなこれで出して、うん、あの道の駅とか、うん、それらのこういうの出したんですよ、うん、でみんなこれを見て壁にいらっしゃるんですよ。へえ、うん、これもうずっと18年かな、うん、出してあるんで、うんうん、みなさんこれ見てきたためにいらっしゃるんですね。なるほど。おお940円ですね。ここって昔味噌屋さんかな。そうです、味噌屋さんです。うん、60円のお客ですね。はい、はい、すいません。ごちそうさまでした。美味しく食べてきました。こちらのお店は JR 自治田駅前なんですけど、あの4号線に面してるんで前はよく通ってたんですよ。で、うん、普通の定食屋さんかなみたいな感じであんまり気にしてなかったんですけど、ちょっといただいたメールで豚スタミナ丼がすごいよ、一回食べ行きなよみたいなことが書いてあったんで来てみました。実際、うん、すごかったっていうか楽しかった、美味しかったです。PZP では皆様からのご意見非常に当てにしています。ただし、あの小山市近辺ね、遠くはちょっと行けないんでね、筑波とか下館とか結構もらうんですけど、それはちょっと厳しいんで、あの小山市近辺でいいとこあったら教えてください。よろしくお願いします。